はい、というわけでファミピー通信の時間でございます。わ、今回はですね、ファミピー一押し、はい、PS3 のフォールアウト3、はい、ベセスタソフトワークス、はい、はい、実際プレイしまして、はい、皆様にご覧いただこうかと思っておりますので、はい、早速見ていただきたいと思います。はい、早速じゃあプレイしたいと思います。はい、よろしく。はい、そうですね、このゲーム RPG なんですが、うん、FPS みたいに、あ、移動は完全にこういう視点で、広大なところで歩き回ると、はい、歩き回っていきます、うん、それのタイヤとか打ってみてよ。なんかなんのタイヤなんないなんない。ただすごいね、やっぱりこういう、そうですね、作り込みがもうすごいですね。なんか打ったら何かが起こりそうな、気にさせてくれる。この世界の特徴として、その核戦争で滅びた、まあ、荒廃した世界みたいな形で、いろいろな建物が残されてるんですが、まあ、こういう何ですか、ここは駅ですね、元は電車はあるね、何があったんだろうと想像するのをちょっと楽しみの一つですね。まあ、じゃあ早速ちょっとフィールドを探検してみます。うん、この世界ちょっと放射能によって生態系が変わってまして、なんだ、うん、何か、うわっ、あ、来た。これはレーダーっていうならず者ですね。あの野党化した集団です。いきなりこうやって襲われるわけだ。はい、これでも戦闘開始、戦闘開始です。もうチームレスで始まります。もう最初基本はこうやって狙うんですが、はい、なかなかこう当たらないので、そうね、相手も動き回るでこうボタンを押すことによって、お、止まった、バッツというシステムですね。こう時間を止めて敵の部位を狙い撃つっていう、足を打てば素早さは減りますし、まあ、手を打てば武器を落としたりとか、まあ、ここではちょっと頭に寄ってます。もうこれでも見てください、このその前にこのレイダーのならず者ぶりをこの顔がね、いかにもって感じで、あの肩パッドとか欲しいですよね欲しくはないけど世紀末みたいな、世紀末、まあ、早速倒します。今みたいにすればもうアクション性はなくなって完全にコマンドの RPG みたいな。そうですね、コマンド選択式 RPG のようにもう落ち着いて戦うこともできます。まあ、上手い人は普通にこうやって射撃に狙ってしまうのもありなんですけど、はいはいはい、早速レーダーの襲撃になりました。この世界にはまあ動物だけじゃなくて、ああいうふうに、あの、お、ばばば、ちょっと説明したら、これは野犬ですね。いきなり来たね、野犬野犬はちょっと群れで襲い変わってくるので、そこが危ないですけど今回それで倒してみてよ。ちょっと野犬素早いんでなかなか、あ、割と忙しいね。前はもう本当にこういうふうに、もうこれバッツはもう気軽に使っていけるので、特にあれデメリットデメリットはないっていう。そうですね、右下のゲージが時間回復で、時間で回復するんで、うん、それだけなんで、もうバンバン、それが、あ、そのゲージが発動に関するもの。そうですね、はい、なるほど、すごい迫力ですね。あれさえあればいつでもできるっていう、うわ、犬、うわ、名前が凶暴な犬ですかそれは楽しみ、そのまんまだあ、まだいる。もうこういうのもバッツで倒してしまいましたね。おーい、倒した後は、倒したらなんか拾えないの。そうそう、こう死体を漁ることによってドッグミートが、お、そのままだ、肉ゲッツ、肉はパー回復できます。ただあの放射能に侵されてるんで、あ、食べていくと自分の放射能が蓄積していってダメージを受けたりとかまあ結構そういうシビアというか、こう、怖いね。そう、そういう部分もありますね。そういった部分は一応ゲーム性に転化されてるってことね。あれあそこにもっと教会がありますね。もうボロボロに倒壊してますが、こういうの教会のあれ後ろに誰か隠れてるみたいなこともあるってこと。これそうですね、あの教会こういった施設の中では誰かね、ちょっと怖いね、ねじろにしてることが入っていったりするの。そうですね、まあ、なんか見れにしよう、ここ見れば、まあ、声がする、声がすると思ったらラジオでしたみたいな、うちラジオでしたまあこれ誰かがこう使ってるところなんでしょうね。まあこういったところで、アイテムを取ったりとか、あ、することもできる。何でも持って帰れるんだ、持ち主がいない間に今ちょっとアイテムいろいろ盗んだりしてますね。ああ、こういう時間帯をずらせば多分これはちょっとロックピッキング、なるほど、まあ、持ち主が帰ってきて戦闘になったりすることもあります。本来なら誰かがいて
いけない戦闘になるということもあります、ね、ここは誰かが使ってるところでその火も焚いてますし、はい、というわけでホールアウト3ご覧いただきましたけども、はい、いや、 やっぱ動いてる絵を見るとこうすごいね。そうですね、もうすごいとしか言いようがないというか、うん、まああれでワクワクしちゃうみたいな。そうですね、あれで廃墟ファンじゃなくても廃墟ファンももちろんなんですけど、まあ、全然片鱗なんで、うん、そうだよね、とりあえずもっと移動と戦闘のシステムは簡単に言うとあんな、はい、基本的に何してもいいみたいなゲームなんでしょう。そうですね、何でもできる、何やっても分かりやすく遊べるみたいな。あ、なるほど、すごく僕はおすすめの作品です。わかりました。というわけで藤野メモも大絶賛、はい、フォローアウト3、皆さんもぜひ、遊んでみてくださいと、はい、はい、というわけで今回はこれまでです。それでは。